どうも、ライパチです。昨日、徳さんが所属する SWBC ジャパン A チームの活動模様をお届けいたしました。本日は私、ライパチが所属しますアカデミー、そして今年からなんと B チームの監督には我らがあっぱれ国吉監督が就任いたしました。その両チームの活動の模様を大人っぽくエレガントにお届けいたします。ご覧ください。はい、というわけでまずは B チームの結成式からお届けします。新監督国吉です。首脳陣の挨拶はそこそこに。この日臨時トレーナーとして松浦さんが来てくださっておりました。松浦さんは NPB、MLB 選手などをサポートされているプロのトレーナーさんです。こちら眼球トレーニングで、まあ、視野を広げることで首や肩の回転を良くするんだとか、眼球と頸椎などはつながっており、そこを刺激することで野球につながっていくということだそうです。うん、面白い。そして外に出てアップ開始。あっぱれの守備猿潤は B へ配属されましたが、この日は仕事で欠席。この外のアップも松浦さんの指導によって行われました。これは正しく呼吸をするトレーニング。胸郭や腹部を触りながら深呼吸をすることで正しく呼吸ができていることを確認するとともに、まあ、呼吸が乱れると早球打撃に影響が出るということで、こういったトレーニングは非常に役に立ちます。面白い。一方、ライパチも所属するアカデミーもミーティングからスタートです。皆さん真剣な表情。昨年12月のトライアウトを経て多くの選手がアカデミーに入団してきました。野球ができる環境とともに野球人同士の交流が広がっていく、いいことですね。まずはキャッチボールからスタート。はい、というわけでキャッチボールが終了。一方、その頃 B チームは3箇所に分かれてノックを行っております。まずこちらは守備リズムトレーニング、片足けんけんゴロ補給です。ゴロ補給で重要なのは右足を出すタイミングとなります。なのでこの右足だけでけんけんすることによってボールへのアプローチ、補給のタイミングなどをトレーニングしているということです。続いて小判補給縛りのノックです。まあ、本来ゴロが一番取りやすいところっていうのはショートバウンドの位置、打球に対してチャージをするのか待つのか、そういった判断能力の強化を図っているということでしょうか。面白い練習をやっております。さあ、次に股割りノックです。この股割りは、まあ、低い姿勢を保つということとともに、まあ、補給のタイミングで股割りすることで補給までの間を自然と測るようになるということで守備のトレーニングにつながっていきます。このように B チームは野球が上手くなる環境というものがありました。これからも B チームを追っていきます。一方、ライパチはキャッチボールを終えトレーニングをしておりました。人数が多いということでグラウンドに半分、外に半分ということで、ひたすらトレーニング。基礎体力向上に励むアカデミー選手たち。そしてトレーニングを終え、師匠元気出してください。次シートノックス早く行ってください。行っていいですか。いいよ。ライパチはシートノックへ行きます。あ、全然まもなく始まるシートノックに向けて
大パチはライトでキャッチボール。人数が多く1球1球が貴重、監督にアピールして BA の足がかりをつかみたい。そんな中大パチは外野ノックを待ちます。さっぱち大パチ、今年に入って送球が安定してきたかな。というわけで大パチのジャパンでの戦いは続きます。はい、というわけで、はい、2018年 SWBC ジャパンいよいよスタートしたわけですが、ここで SWBC ジャパンでお知らせがあります。まあ、あの選手募集に関しましては、はい、前半一つ区切りがつきまして、はい、終わったわけですが、はい、チームを運営を支えてくれる、まあ、コーチの方とか、うん、メンタルトレーナー、はい、フィジカルトレーナー、さまざまなスタッフの方を大募集してるということです。なるほど、未来の日本代表の監督っていうことでいいんですか。まあまあそうだろうね。ハイレベルな経歴っていうのは全くいらないみたいで、うん、そういった自分の知識やノウハウを、うん、まあ、我々、まあ、我々僕はもう30いくつなので、うん、あれなんですけど、20代の若い選手いっぱいあるので、そういう若い選手たちに伝えていきたいという方々は、うん、ぜひとも応募いただければと思いますし、はいはい、日本が誇る軟式野球を世界に広めるために、はい、一つサポート役をしていただけないかということで、はい、今回お知らせをさせていただきました、はい。まあ、SWBC ジャパンもね、いろんな人に支えられて、そうです、活動できてるので、はい、もう本当に感謝感謝なんですけれども、はい、応募に関しては、はい、動画概要欄に、うん、ホームページを貼っております、うん、はいはい、ここにお住まいや、うん、簡単な野球歴、うん、意気込み等を書いて送っていただければ、うん、ジャパンの運営の方がリターンしてくれるとのことですので、うん、はい、興味ある方、うん、熱い気持ちね、うん、お持ちの方は応募いただければと思いますね。そうだね、はい、資格なんかもどんどんね、書き込んでいただければと思いますので、はい、一緒に軟式野球を世界に広めていきましょう、はい、2月のプレゼントキャンペーン、まずはフィールドマスター with 徳さん TV、 実戦でも使えるしトレーニングに最適、ぜひ使ってくれ。そしてドナイヤフルオーダー守備猿純モデル、これはおしゃれな草野球人にぜひ使ってほしい一品。すべての商品は2月末までのチャンネル登録プラスコメントでお待ちしてるぜ。オーライ、